キッシュです。はい、本日はキッシュミユーカラオケ企画。今誰かね、90点以上出た音になった。あ、全然全然全然ってなった。なった。はい、カラオケに来るのはとても久しぶりですね。そうですね。プライベートで最近カラオケ行った？昨日バージョンだった。俺そのせいで今喉もうやばいんだと思う。歌うな。ブルーベリーナイト行っちゃったんだよね。ブルーベリーナイツじゃないかな。ナイツ。そして潰れてましたから。今喉不調だと。大不調でございます。ですけど、はい、やめませんよと。この企画は本日はデュエットソングで95点以上取れるまで帰れません。前回めっちゃ長くなかった。めっちゃ長い。すっごい自信満々で1時間で終わらせるよみたいな言ったの。3時間ぐらいかかった。一回さ、マジでやってみたいことあんだけど。こういうのあるじゃん、終われまてんみたいな。うん、マジで1曲目で95点出たらマジの2分の動画とか出してみるのもあるよね。わかるよ、言いたいこと。出ません出ませんっていう顔だった。あ、そっち検討しときますわ。コメント楽しみ。本当に終わるんだってコメントでいっぱいあふれると思う、うん、絶対こちゃんでやれ。でも今日ちょっとね、うちらにとって有利なのが機種がライブダムアイなんですよ。だから割と点数が出やすい機種ではあるんですよ。そうね、前回出づらかったもんな。あれ何でやったっけ。普通にライブダム。ああ、なんで95点すぐ出るようであれば、はい、1点ずつ上げていって、はい、やっていきたいと思います。うい。ということで早速やっていきまーしょ。久しぶりにカラオケ歌うわ。これに酔い花火があれば帰れます。いや、もうじゃん。酔い花火のサビ出ない絶対。今俺も絶対出ない。出る想像がつかない今。わかる。ボロボロの酔い花火歌ってみる。確かにこんな感じですっていうリアルを。マジで今日撮影以外ずっと寝てます。僕撮影中も寝てます。オーロラ姫って呼びます。はい。酔い花火探してるの。いや普通に入れようかなって思って、うん、人気曲だから履歴から見てんだよね。あ、恥ずかしい恥ずかしい。めっちゃ下まで行ってるから。それでもさ、不意にプライベートとかでさ、カラオケ行った時にさ、バンバンザイ今さ、ライブダムをご覧の皆さんって繋がれんじゃん、うん、あれちょっと嬉しくない。見たい自分で。見てないの。見てない。めっちゃ感動するよ。マジで。うん、調べます。酔い花火さんってあった。これがリアルな酔い花火です。聞いてください。バンザイって手を振る君の元へ走り出した縁日の小道。夕立が過ぎた後の匂い、にぎわい出した人の声と遠くで聞こえる祭り林。マジでどうした？うわー、惜しくならなかった。今の気持ちだけ教えてくんない？めっちゃ帰りたい。がっかりだわ自分に。本当に私もがっかりしてるよ。こんななる？ぜいでているって。なんかもうガラガラだね。やばいね。低い歌にする？うん。米津さんとかは？あ、いけるいける。いきますか。梅津玄師さんでアイネクライネです。誰かの
きるくらいならばもう私は石ころにでもなれたらいいな。そうしたら勘違い窓窓がない、そうやって頭でも知らないままで、あなたが思えば思えるいい気を確かに気づいたのに、どうしてどうして行こうとすればさ、この人に刻まないでくれない？どうする？もっと低い歌？それともめちゃくちゃ高い歌聴いてあげる？そっちにする？何がいい？いや私ふれあい動物園とか来ちゃったかな、食べてくれんのかな、こういうのだったら。すごい！でこれを引っ張ったら、まあ、すごい！ヤギさんだ！休暇タイム入る？歌える？うん。本当に？うん。一曲歌って普通に。普通にね。それで決めない？分かった。さすがに。僕が歌うパラレルワールド聴いてください。マジ出るかな？失礼なことすんなよ、自分で決めて入れたんだから。失礼なことしそうになったら切って。分かった。歯ブラシはきっともういいか、泊まりに来なくてもいいか、眠ったままの君に目をやる。洗面台に立っていた甘えるようなあの君もごめんね。今さら思い出したりするな、月になってしまった。カラオケはきっともういっか。いやあかん、こんな勝つか、勝つ。全部童謡とかにしよう、簡単な。じゃあドラえもんの心の中っていう音程で歌えばいけるね。なんだっけ、夢を叶えて、夢を叶えてホリエモン、ドラえもんね。じゃあキーめっちゃ下げます。2個下げました。夢を叶えてドラえもん、2個キー下げバージョンです。はい、どんな感じになるのかまだ分かっておりません。心の中いつもいつも描いてる、自分だけの世界地図。そんな時には思い出してみよう。さあ僕の心にいつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね。Hey! どう
したから帰るわ。帰るな。いい曲あるよ。何？行けなかったらごめん。怪獣のバラード。
の？多分違う。合ってるよ。こんなんだったっけ？こんなんだったよ。嘘。出かけよ。あ、アルトかも。私アルトだったの。そういうの。俺なんだっけ？俺アルフォートだったかもしれない。じゃあうちガルボ。あ、ガルボ。ガルボだ。あ、オッケー。じゃあ合唱曲いいじゃん。いいね。旅立ち。うわ、旅立ちの日にじゃない？恥ずかしいから。普通にこれ流すつもりじゃないし。プライベートの
私こんな栄光の架け橋とかもあるんだ、ね、グリーングリーン青空には鳥が歌う、2番そんな感じかな今日は。どうすんだよ。行かないってことで。ということで本当に僕の喉の調子が悪くてすみませんでした。本当岸が声汚くてすみませんでした。でも行けなかったからこそ合唱曲久々に歌ってエルモの行った時よりでかかった思います。エルモだよ。ということで次こそデュエットで95点以上取れるまで帰れまてん頑張るもん。青空にもってカーテン閉まってくるようになった。今日の動画